今日はグレゴリーのズール30のご説明をしたいと思います。こちらグレゴリーの昔からあります定番のモデルになりまして、ずっと愛され続けています。まあ、おすすめしたい細かいポイントたくさんあるんですけれども、今日特にご説明したいのはこちらの背面ですね。こちら立体的な空間の空いてるメッシュになってまして、あの背中汗かきやすいんですとか、やっぱり上りでどうしても寒い季節でも汗かきますんで、その蒸れをかなり軽減してくれます。あとこちらなんて言うんでしょう、スプリングというよりはウォーターベッドのような 3D なフィット感になりますんで、あの背中にぴったりフィットしてくれるすごい気持ちいい背負い心地になりますので、とてもおすすめのポイントです。あともう一つ特におすすめしたいポイントが、背中の長さの調節ができるってことですね。こちらマジックテープ離していただいて上下に動かすことができます。これで今 M サイズぐらいの長さになってます。ではこちら実際僕背負ってみますね。ウエストベルトを締めて、それぞれのベルトを順々に締めていきます。はい、とても気持ちいいフィット感ですね。でこちら今僕自然に締めていったんですけれども、一つ一つにポイントがあります。でこれは実際背負ってみながら一緒に説明した方がお分かりになりやすいと思いますので、ぜひお店に来ていただいて一緒に説明聞いてみてください。